運営が考えた穴だらけの仕様のせいで、俺のね、結婚相手いなくなったんだけど、嫌われたんだけど、お前らのせいで。こんな穴だらけの。コラボとかなしにしろよ、マジ。卑怯だぞ、こんなのよ。ねえ。それでさ、ね、コラボしようと思ったらさ、俺だってさ、みんなやってるしさ。そしたら、それで妻じゃの名前出したらさ、嫌われちゃったじゃん、俺が。いなくなっちゃった。ふざけんなよ、マジでよ。ふわっちのせいで恋人失ったわ。マジで。なんなの、これ。頭くるわ、本当に。ああ。ふわっちのせいで恋人を失いました。ああ。全部ふわっちのせいだ、こんなの。俺がこんな長時間ね、長時間こんな配信して、時間拘束されて、こんな不公平な争いで争わされて、ね。うん。こんな不公平なさ、コラボしたもん勝ちじゃん。炎上させたもん勝ちじゃん。これだからね、こんなゴミサイトはね、YouTube にね、勝てないんだよ。なんだよ、コラボとか炎上とか喧嘩とかさ、ラブホ配信とかさ、ね。それも、それツバニャンか。ラブホ配信はツバニャンだったけど。おかしいだろ、こんなのさ。何でも炎上でも喧嘩でもいいからさ、ね。人を集めたもん勝ち、コラボしたもん勝ち。そんなやり方だから、ね。YouTube に勝てねえんだよ、こんなサイトがや。でさ、恋人じゃない。いいじゃん、別に。R さん、俺のこと恋人だと思ってくれてないかもしんない。俺は恋人のように扱ってんだよ、R さんのこと。いいじゃん、それは俺の一方的な思いかもしれないけど。それは俺の一方的な思いかもしれないけど、いいじゃん、それは。全部ふわっちのせいじゃん、こんなのね。ふわっちが、ね。こんなんだから、こんな、なんでも炎上でも喧嘩でもさせたもん勝ちで、それで金なんかこんな社交心煽って、競争心煽って金配って、ね。それで配信盛り上げようと思ってんのかもしんないけど、ふわっちは。ねえ。そもそもこんなの企画の勝負じゃないからね。炎上させたもん勝ち、コラボしたもん勝ちだからね、この勝負ね。言っときますけど。みんな YouTuber みたいに、はじめ社長みたいに、コーラメントスター、うわーバーみたいな。そんなんで、ね。そんなんでこの金200万取ろうとしてないんだよ。そんなことやるよりも、人とコラボしたり炎上させた方がドカってくんだよ。そんなやり方だから、それで、ふわっちの上は盛り上げようとしてんのかもしんないけど、こんなやり方してね、コラボとか炎上とか、そんなの全部ポイントに加算して、それをさ、却下しないじゃん。除外しないでしょ、どうせ。いつものリスワンの時もそうじゃん。普段のリスワンの時もそうじゃん。そんなんだから、ね、ふわっちは YouTube になんか絶対なれません。コラボとかなしとか炎上なしにしないと、ちゃんとした純粋な企画で人集めて、それで賞金渡さないと、YouTube には絶対なれません。ね。そもそもね、ふわっちの配信じゃないか、YouTuber になれないゴミしかいないじゃん。そんなゴミが人集めるには炎上させるしかないんだよ。ね。ふわっちの上は間違っとるよ、マジで。本当に。頭くるわ、本当に、マジで。なんだよ、こんなガバガバのシステムさ、穴だらけのさ。俺が一番頑張ってたわ、マジでよ。ね。俺と金梅さんが一番頑張ってたよ。俺と金梅さんが一番頑張ってたじゃん。金梅さんなんかね、誰とコラボも、まあ、昨日のは屋台船はあれだけど、で、あれはでももともと企画してたもんだしさ、金梅さんなんか家でずっと喋ってるだけじゃん、自分で。それだけでも、まあ、あれは別に配信頑張ってるとは言わないかもしんないけど、でも金梅さんはなんだかんだ自分のフォロワーがいてさ、ね。それでいてさ、ね。普通に誰とコラボするわけでものがあんだけもう1位取ってたわけじゃん、最初からさ、ね。普通にやってたら、金梅さんに勝てるやついないんだからさ、このシステムでさ。一番頑張ってたのは、金梅さんと俺やないか。誰ともコラボしないでさ。まあ、昨日の屋台船覗いて。まあ、俺の場合はね、金梅さんに劣るから、普通のフォロワー数が。だから、いろいろ自分で一人で企画して頑張ったのに、ね。何なんだよ、これ、本当には。あ、ちなみに、ドレさんと池上さんは、あれ、勝手に来たからね、勝手にっていうか、まあ、来ていいですよとは言ったけど、来ていいですよって、近くにいるぞって言われて、あ、じゃあ、まあ、近くになら来ていいよとは言ったけど、別に俺、裏でコラボしてくれとか頼んでないからね、あれ言っとくけど。マジ考えない、本当に。考えない。
はい。あの、ふわっちの悪口言ってるけどさ、はい。ゴミサイドとか、はい。で、ふわっちのさ、はい。悪口言ってさ、はい。YouTube がどうのこうのって言ってるけどさ、はい。お、そんなゴミサイドに参加してるのは誰だい？金が欲しいからじゃねえか、あんたは。あんたは正論じゃねえだ、ほら。違う？そんなね、自分で参加しててね、そんな、あの、自分がね、ランク落ちるからってね、そんなこと言うこと。いや、でもね、言っときますけど、確かに金のためですよ。でも、卑怯なんだよ。だって、コラボした方が来るんだもん。俺は正々堂々一人でやってんだよ。周りはみんなコラボとか炎上してんだよ。こんな卑怯じゃん、こんなの。卑怯でもなんでもねえべ。そうだったらさ、ゴミサイドに参加しなきゃいいんだよ、ほんだから、ね、それが卑怯じゃないって言うんだったら、俺もヨッサンとかとコラボしますよって話をしてんの。それでいいじゃん。ねえ。それで、それが何がいけないの？だから俺もコラボしますよって言ってんの。おでいいんじゃない？でしょ？やるって言ったじゃん。よっさんやってくれるったじゃん。そうだよ。だから俺はよっさんに頼るしかないんだよ、もう。俺はよしゆきに頼るからいいよ、もう。うん。俺を、あの、あれなんで、助けてくれって今言ってなかった。だらしないよね。一人でどうのこうのってプライド、何があるんだよ、あんたにプライドが。もうプライドなんかないですよ、僕には。ないよね。今まではありましたけど、今日からないですよ。もうこれからね。金のためでしょ、金が欲しいからでしょ。そうですよ。これからね、ゴミサイドなんてこれからよっさんに、よっさんちに行きますし、ね。あと、野田さんにも、ね、あの、LINE 送りまくるから帰ってこないかもしれないけど。でも野田さんは言ってたから、ね。今度企画あったら誘ってくださいって言ってたから。野田さんにも帰ってこないかもしれないけど、10件ぐらいとりあえずメール送ってくるから、送ってみるから。うん、まあ野田通りっていう人がいるんだけど、だってよっさんはいるかどうか分かんないよ。でも野田さんはね、すごいウェルカムだったからね、前会った時、今度企画あったら誘ってくださいって言ってくれたから、うん、違う、よっさんいるかどうか分かんないじゃない、電話しなきゃ。よっさんは多分今あれだと思うよ、あの東京なんだよ、まあ、電話してみる今よっさんに、とりあえず。炎上してるんかい、他が。とりあえず今電話してみようか。出ないんじゃない？てかどこいいんだろう。ちょっと電話してみるわ。あ、よっさん。こんにちは。あ、今どこいんすか？今？はい。ホテル。え、どこのホテルっすか？東京。あ、今から行っていいっすか？今から来るの？帰ったじゃなくて。え、何？これから帰るんですか、よっさん。いや、別に帰らないけどさ。え、帰らないんすか、うん、どこ行くんですか、これから。いや、競馬コースやろうかなと。あ、そうっすか。もう行ったら邪魔っすかね、それ。あ、でもそっか。そっか、そうだな。まあ、あ、じゃあ、それ終わって。時間帯によるよね。じゃあ、わかりました。あの、よっさんが帰るとき言ってください。僕送ってくんで、東京から。よっさんちまで。帰るとき。はい、送ってきますんで。あの、邪魔、さすがによっさんの、その、競馬とか邪魔したくないんで。はい。いつ頃帰りそうっすか？一応、12の昼間帰ろうと思ってるの。はい、あ、12の昼間っすか？うん。わかりました。じゃあ、12の昼間に送ってきます。本当？はい。いいの？もちろん、もちろん。あの、僕、本当にね、あの、タクシー代わりに使っていいんで、もう本当に、あの、お金はいただきません、本当に。あの、全然。あの、本当に僕、運転手になる、専属の運転手になるんで、よっさんの。うん。はい。あの、僕、運転手だと思ってください、本当に。いつでも連れてきますんで。はい。ああ、じゃあ、12日どっか行こうぜ。ああ、わかりました。じゃあ、12日、はい。もちろん、あの、家までちゃんと、あの、送ってくんで、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。失礼いたします。はい。今日から森吉行の、専属の運転手になりました。はい。今日から森吉行の専属、あの、運転手になったんで。まあ、今日からね、僕もよっさんファミリー入りですね。よしえさんもだからよっさんファミリーだね。俺もよっさんファミリー入っちゃった、これ。何よしえさん。よっさんファミリー入っちゃった。他が炎上してるわけ？え？炎上。いや、今は知らないけど、あんたね、プライド炎上とかコラボとかで結構みんな撮ってる。捨てた方がいいよ、あんた。だ今捨てたじゃないか。今捨てたじゃないか、プライドをさ。今プライド捨てたじゃないかよ。ね、そうだよ。運転手に、あんなね、あんなゴミクズのさ、偽計業務会でゴミクズの犯罪者の運転手になるってペコペコしたんだよ。どれだけ今俺が。